おつぽん、しあぎさん、みやんこ先生、こいけいじさん、みやんせいじんさん、ありがとう。お風呂上がり、お風呂上がりじゃないよ。全然違う。風呂上がりではないが、ないが、ちょっと。水をさっきつけたんですよ。したらつけすぎちゃって、ドライヤーしてたら遅くなっちゃった。なんか前髪ちょっと濡れてたりしたら、こういう粉を前髪に塗ったらいいんですよ。だから塗りました。さっきは何してるんって感じじゃん、普通に髪塗ってました。皆さん、お話し会来てください。オンラインと直接どっちも待ってます。サイン会もね、待ってます。柏木さん、ありがとう。ハッピーサッピーさん、ありがとう。今日も会ありがとう。マリナさん、ありがとう。サッカー、そう、昨日ねサッカー見に行ったんですよ。でもレッスン終わった後だから普通にレッスン着で、そう、レッスン着だった。レッスン着だって言ってあったし、もうメイクも何もしてない、急いで行った感じでした。でもちゃんとね、なんか恥ずかしくはないけど、嫌じゃんっていうか、なんか混じりたくてレッスン着だけど、なんかサンフレッチェに混ざりたくて、なんか紫のものが欲しいねってなって、タオルを身につけて、一緒にタオル買って行ったんですけど、めっちゃ楽しかった。なんか去年の高校野球とか、野球じゃない間違った高校サッカーとか見てて、そう、サッカーの試合見てたんですけど、去年のとか、なんかサッカー自体、自分はサッカー全然できないんだけど、見るのは興味があったので、カナタンと一緒に行きました。昨日はそう、初めてさ、サンフレッチェスタジアムみたいなに行って、初めて行きました。しんべヱさん、ブルーセージさん、ありがとう。ちゃんとさん、ありがとう。かなちゃんと4歳も離れてなく、そう、4歳離れてるの、かなちゃんは。なかなか、いつから仲良し、いつから、でも大体なんだろう、4歳とか、なんか離れている人間とはあんまりさ、なんかちゃんとあれで、なんかめっちゃ気使ってたんですよ、最初。全員に、3期とかみんなにね。けど、なんでだろう、なんかいつの間にかみたいな。前までは結構距離があったんですよ。距離があったっていうか、まあ話すけどみたいな感じで、いつから仲良くなったかは分かんないんですけど、距離がある感じだったっていうか、みゆが普通にもう距離を空けちゃってたっていうか、そう、気遣いすぎちゃってたけど、もう今はって感じ。そう、結果はね、負けちゃったんですけど、すごく面白くて、これからもう毎回行きたいなってぐらい楽しかったです。うん、愛してる。髪の毛飲みましたかね。なんかさっきね思ったんです、私ウルフにしたいなって。髪の毛がちょっと伸びて、こんぐらいになったら、ちょっとウルフにしたいと思いました。どう思う？なんかウルフって結構、なんか分かれる、好きとか分かれるらしいけど、ウルフしたいなーって思っちゃった。物事は試しじゃん。そう、別に飽きてないけど、
ボブに飽きたとかじゃなくてチャレンジしたいなって思って、さっきウルフの人が出てきたんですよね。で、え、ウルフがいいって思っちゃって、ウルフしたいって思っちゃって、ボブもいいんですけどウルフしたいなって思いました。かなちゃんと仲良し、かなちゃん仲良しです。あ、そう、エディオンピースイング、それそれ、大阪の話し会だったからいっぱい話し、嬉しい、しんべさん、そう、ナイトクルージングね、なかったっていうか、もうないかわかんないんですけど、あれがなかったからその代わりにいっぱい喋ろう、嬉しいです。直接大阪かな、大阪のリアルのサンタさんの時は多分公演とか以外でお話し会で初めて皆さんにこのボブを直で見せれると思うので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。見に来てくれたらっていうか、見始め、見納めじゃなくて見始めとして見に来てください。もう昨日本当に楽しかった、マジでかなちゃんといて本当に楽しい人生って思えた一日でしたね。ドゥ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 、見た目はね、中身はしっかりしていて大人だなって思う。行動力が自分あんまないんですよ。なんか行きたいとかどっか行きたいとかなんかしたいなっていうのはめっちゃ言うけど、でもなんかその行かないんですよ結局。なんか言って終わりみたいな。だけどかなちゃんはなんか言ったらもうその日にちゃんと行動するみたいな、なんか行動力の人間すぎてすごかった。昨日は夢叶えたい T シャツ着てくれた、こちらこそありがとうございます。めっちゃなんか XL だったのかな、 XL でサイズがでかかったんだけど、でもなんかね夢叶った感じでした。かなちゃんとなんかちゃんとしたデートっていうかはしたことないんですよまだ。昨日とかは一日中かなちゃんと一緒にいたんだけど、かなちゃん家泊まってたから、でもなんかデートではないんですよ。途中もうマジお昼ぐらいまでずっとお家で寝ててみたいな、ご飯食べてカラオケ行ってレッスンしてみたいな。でもレッスンとかなしで普通になんか遊びたいなって思った。ちゃんとメイクもしてちゃんとなんか可愛い服着てデートしたいです。そう、みかなちゃんと VS パークに行きたくて仕方がないんですよね。だんだん本当に年の差考えられない。アルプスの牧場さんありがとう。だこメイバー一番かい、本当にエメさんハートありがとう。愛してる、ありがとう。テノさんありがとう。昨日私のさ、そう、サンボねのスポットさんいつもあの着てるよね、サンフレッチュのやつ。なんか服はね買おうとしたんですよ昨日本当は、けど売り切れ、なんか前焼きのなんか半袖のやつが売り切れてる、売り切れてますってやっちゃって、そう買えなかったんだけど、だからあのタオル買いました。スパイクさんハートありがとう。チェンジ尊重します。いいっていうかやりたいな。な今日は本当に今日はナチュラルすぎる
過ぎるというか、ミーの中では結構ナチュラルなメイクをしてみました。そう、マジでアイシャドウもしてないし、涙袋しかしてない、あとアイラインしかしてない、まつげしかしてないみたいな感じ。なんかいつも以上に薄くしすぎちゃいました。そう、でもなんかマジで秒で終わった、30分ぐらいで終わりました。いつも1時間ぐらいかかるのに。ボブが一番似合ってるけど、何でも挑戦する。そう、そうなんです。え、本当になんかウルフしてみたいなっていう気持ちが最近高鳴ってきてると思うんです。自分の中で高鳴ってきてるっていうか、普通にやりたいなみたいな好奇心、気持ちが大事。なんかもうここまでさ切っちゃってるわけじゃん、なかなか伸びないじゃないですかみたいな。で、飽きたっていうか、なんかボブって結構ないじゃないですか、バリエーションが、髪の毛アレンジが。だからそのウルフにしたら結構いろんなのができるかなっていう。でもウルフにしたら髪の毛伸ばしたらなんか切れてる感じになっちゃって、なんか変になっちゃうけど迷うんだよね。 M さん、まえひなさん、ありがとう。さきちゃん、ありがとう。かわいい、ありがとう。これから緊張しそう、本当に。今でも見たいけど配信を毎日見ていたい。ぜひそうして、いつでも見に、いつでも見ましょう、見てください。夢叶えたいの T シャツなんてあるんですよ。そっか、そうね、なんか言ってた昨日、あの家族のやつが、家族の何、周りが、身内が結構ねサッカーやってて、女の子も男の子もでサッカーやってたって言ってた。みーはサッカーとは無縁なんですけど、本当になんかサッカーってかっこいいなーとはいつも思うんですよ。なんかシュートしたらかっこいいし、みゆの友達でサッカーしている子がいて、その子とかを見るとやっぱすごいなとか、あ、かっこいいなって思うけど、でも自分がやるってなったら絶対むずいじゃんって感じで、やってこなかった人生だったんですけど。スパイクさん、ありがとう。西さん、ありがとう。ウエちゃんさん、ありがとう。憧れないスティーの先輩はもう今はね違う、移籍してしまったんですけど、カイココアさんが大好きです。ずっともう加入した時は本当にめっちゃ、なんか言っちゃいけないって言ったらあれだけど、本当にマジで分かんなかったんだけど、でもなんかプロフィールを見たときに、もう、うわ、ココアさんが可愛すぎると思って、ココアさんを憧れていて、ずっと加入して、ココアさんの写真集も買ってサインしてもらったり、結構ずっともう追っかけてました、ずっと追っかけてましたって言ったら変だけど。今日もおいこん、可愛い、ありがとう、嬉しいです。なんかミエの眉毛ってこうやって見たらなんかこうやって見たらあれだけど、こうやってね、いつもこうやってここだけ見せてるんですけど、ここだけ見せたらこう上に上がってるイメージだから、なんかこうやって怒ってるみたいに見えちゃって、厳しい。ミスさん、ありがとう。かなちゃん、今度沖縄行きたいらしいけど、ミーパー座れてないですね。けどなんかどっか行こうっていうのはなって。でも沖縄行ったばっかりだからさ、もう修学旅行で、そう、
なんかウルフはこうやってね、こういうここまでの毛を2個3個4個とけて内にして、ここの髪をで結構ここら辺をこうすることで小顔に見せるらしくて、この髪の毛とか結構なんか切ってるっていうか間で切ってるから、なんかセットとか難しそうだけど、さっきなんかセット方法とかめっちゃ見てたのけど、全然なんか難しいけど簡単って書いてたからやりたいなって感じ。そうやりたいなって感じですね。でもなんかね、そう憧れがあって、なんかボブでやりたいことがあるんです一個。そうもう一個はなんかリンゴヘアっていうので、それやりたいことも叶ったんですけど、でもう一個やりたいことがあって、あれですよ、冬になったらやっぱ寒いじゃないですか。でなんかダウンを着るじゃないですか。そのもうなんか今年絶対ヌプシみたいな、なんかダウンを絶対買うって決めてて、そこのそれを着てチャックを一番上まで閉めて、なんかこういうこうやってなんかこうやって燃え袖とかしちゃったりしちゃって、こうやってこうなってるやつを絶対可愛いじゃない、可愛いんですよ。それ見たんですよ、いろんな人のボブの子のそういうやつを、もう可愛いと思って絶対やりたいなと思ってボブにしたら、のでだから12月とか冬までは多分ボブでいるんですけど、でもウルフにしたいから、今いる？ウルフの人間いないよね。でやりたいなって思ってる。バーでもみゆ顔面が結構なんかまるちゃんって感じなので、似合うかって言われたら似合わない方だとは思うんですけど、まあ、メイクでそこはごまかしていきながらみたいな。結構みゆまるちゃん寄りの顔面なんですよ。もんじゃ焼きどうしようって感じ。もんじゃ焼き、そうかなちゃんと昨日もんじゃ焼きをね行こうとしてて、もんじゃ焼きは行かなかったんですよ。なんで行かなかったかは、普通に12時まで寝てたので、そうかなちゃんがね寝れなかったらしくて5時くらいまで、でみーが配信し始めた時から眠ったんですよ。親子出しの写真を見てくれて本当にみーさんありがとう。エムさん、カミさん、ありがとう。ガミスマイルネッキはリア充と沖縄行くらしい。そうなんですか。いいね。お土産を期待しときましょう。そう、なんかみ最近一人で行動したいことがしたいなって思ってきちゃって、そうあれ行きたいんですよね。あ、そう滋賀県に私行きたくて、なんでかっていうと海が好きなんですよ。海だから、だからっていうかあれなんですけど、海が普通に好きで、でもなんか湖が見たくて、琵琶湖に行きたくて、そうちょっと滋賀県に行きたいで、なんか心をなんていうの沈ませたいみたいな、静かにさせたいなって思いました。なんか流れてきて TikTok で琵琶湖がで、そうしたいなって思いました。したいなっていうか見たいなって。次のシングルでミーポンとツーショット撮りたい。本当ですか？ぜひ撮りましょう。嬉しいですよ、そんなこと言われちゃったら。ウルフのウルフみたいな、なんかでも結構ウルフって評判がみたいな、なんか似合う人にはめっちゃ似合うんですよ骨格的に。でも見て結構丸顔のもう体も体型も丸ちゃん、マジで丸ちゃん丸っこいから、ちょっと似合わないのではないかなと思う。なんかさ失敗しちゃったらもう後戻りできないじゃないですか。なんか結構悩むんだけど、やりたいなって気持ちがなんか、いや誰もやってないことやりたいなって最近思っちゃうんですよね。
サムヘチも映してる映る勢いで完売になる社員の、え、本当になんか完売してた T シャツとかもなんか XS しかないですって言われちゃって、いや XS って入りませんよって感じででした。ダキさんありがとう、カミテルさんありがとう、今すみたいお疲れ様ありがとう、今すみたいみんな、そこまで言ったらベリーショートもつぶるか変わらないね。ベリーショートはさもっと短い。アジさんかわいい、ありがとう。大阪までには伸びそう、え伸びたら切るけど、なんかえどうしようね。でもなんか違う違う違う、冬にさっき言ったじゃないですか、このちゃんとしたボブの長さでこのダウンをここまでこうやってチャック閉めてこうやってこうやってこうやって、 こうやってやりたい、それが私夢なので、そうそれしたくて。サスケ出た、えサスケ出た、えなんかそうなんか X 流れてきてリポストしてたんだよ、多分間違えてないか、普通にしてて、そうなんかね、なんか結構いろんな48グループさんもいろんなアイドルグループさんが出るって書いてていいなーって感じ。 STA もね、 STA のカジュアルミューとしてねいつか出たいですね。それまでにもうちゃんとねミエの特技であるバク転をちゃんとできるようにな、ちゃんとねもういつでもできますよっていう万全な状態にしておいて、体もねもう筋トレいっぱいしちゃってムキムキもう現役だよってぐらいの体操選手って思わせれるぐらいの人間になりたいですね。そしてあこの人出てほしいって思わせれるように頑張ります。出たい、いつか本当に。カミテルさんありがとう。え、そうマジで小学校とか中学校体操やってた時からずっとサスケ出たいなって思ってたんだよね。出たい本当に。一本ならサッカーもできそう。サッカー本当にできないの。なんか前もやった気がするんだけどさ、ドリブルあるじゃないですか。学校のテストで中2の時にドリブルのテストがあったんですよ。でなんかみんなは10秒ぐらいで帰ってくるんですよ。9秒10秒とか11秒らへんなのに、ミヤだけなんか20秒ぐらいかかっちゃって、普通にありえないじゃん。なんかコーンがあって、あっちのコーンまでこうやって行って戻ってきましてみたいな感じ。みんなめっちゃなんかその時、今はもうクラス替えしてたんですけどその時はあのスポーツのクラスなんだったんですよ。1、2年生はスポーツのクラスで、3年生はなんか今年度からなんかクラス替えみたいになっちゃって、今年度からなんか変わったんだけど、1、2年生の時はスポーツのクラスだったんですね。今混合なんですけど、でなんかみんなやっぱできるわけじゃないですか普通に。で私は体操しかできないので、そう足となんかその床とかしかできなくて、もうやばい、体育の時間の球技の時間が本当に恥でしたね。一番できないんだよ、だって恥ずかしいよ本当。かしぎさんありがとう、かみひろさんありがとう。最近柔らかい表情してる、柔らかい表情。かしぎさんありがとう。ウルフカット似合いそう、ウルフカットしたいんですよマジで。もなんか結構こうやって見たら分かる通り、フォルムがまるちゃん、まるこちゃん、まるこなので、え、そう聞いてください、私あのボイトレが昨日あったんですね。その時にボイトレの先生に、え、めいちゃん髪切ったの、え、なんかこけしみたいだねって言われたの。こけしだっけそれって悪口ですよねって言っちゃった。悪口ですかね、ですよねウルカットかわいい、かわいいよね、なんか狼みたいな。はるさんありがとう。最近の部屋はダウンを着るほど、そう寒くないんだけど着たいんですよ。夢壊さないでください。暑くても着て着るから、今年もう絶対買うから、他もう欲しいものリストにね書いてるぐらい絶対買うって決めてる。
そう。どうしようとか、やりたいやりたいやりたい。マフラーマフラーしたい。ボブのクラゲヘアめっちゃ今似合ってると思う。ボブのクラゲヘアか、まだやってないね。やりたい。エルゴさんありがとう。ボブって男性には似合いませんか。え、どうだろう、そこ、こんぐらいの長さがあれば、え、似合う人は似合うと思う。人によるんじゃないかな。エルグさんありがとう。バラ頭ありがとう。朝5時頃に寝たのかなちゃん。え、そうだよ、そう、滋賀県に行きたくて。エルグさんありがとう。愛してる。姿勢が一緒と、え、違うんですよ。なんか丸いんです、丸いんですよ、本当に。シマルコなんです、本当に。ベアカのシマルコにしてほしい。そうなの。アテシさんありがとう。もうすぐ返してこの後見る。ありがとう。サスケ、サスケはあの念願、念願っていうか、お正月の時ぐらいにね動画あげたと思うんですけど、なんかそう、サスケチャレンジみたいなサスケに似てるやつがあって、なんかトランポリン施設に行ったんですね。その時に、おい、なんかこれもうサスケじゃんみたいな、そういうのがあって、そういうのをやったんですけど、もう楽しくて楽しくて仕方がなかった。ST はね、ST 参加しないのか、ほんとね、多分参加しない。いつか参加したい。助け出るの。出ないよ、外出禁。ほんとですか。キョメテルさんありがとう。キョメテルキョメテル、キョメテル、湖。いちごちゃんもゴミするの。え、わかんない、わかんない。こけし褒め言葉じゃないよね、普通に。泣きそうになっちゃった。かわいいですか。かわいいだけじゃダメですか。右左斜面禁止させちゃう。かわいいものはみんなギュギュッとして、ぬる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 。この中町も多分本気出してた。アトラクションクリアできそう。え、でもさ、クリアできそう、できそうって思うけど、やってみたら結構難しそう、むずいのかなって思っちゃうよね。てかなんかクリアできても時間がかかりそう。目の場合はとろいので、とろいので。助けリポして参加なのかと思った。うん、参加しない。普通にいいなーっていう、いいなーっていうやつ。一本早く昇格ですね。昇格までのなんていう基礎っていうか、まだ自分は研究しないといけないことが絶対まだたくさんありすぎて、昇格できるレベルでは全然ないから、もっといろんなこと研究してちゃんと一人前になった上で昇格したいから頑張ります。まだ研究が足りなすぎてダメですね。ダメダメなので、ダメダメすぎる。何もできないし。髪切って綺麗になった。本当に嬉しいな、嬉しいな。皆さん可愛い、ありがとう。皆さん本当にお話し会
オンラインとオンラインめっちゃ来てほしい。直接も来てほしい。サイン会も来てほしい。26日の公演も来てほしい。全部来てください。お願いします。逃走中はメンバー出てみたい。逃走中はって言って出れるもんなら出たいけど、でも5秒で捕まる気がする。出てみる。そのなんかあのちょっとさ人より足速くても、いやでも逃走の足とかも無理で見つからなければいいのかもしれないが、いや見つかるなって思う。マスターさんありがとう。っていうの希望本当に。ドド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 。可愛いものはみんなギュギュッとして。次は全力おなまか。ティクトクのスレッジ上でやるやつの。13日の金曜日じゃん。やってるっていうか、やってない、やってる、やってないよ、やってるよ。いや、 やってるね、やってる。なんか TikTok の曲っていうか好きなアイドルさんの曲、まあ、TikTok で流行った曲とかをやってる。あの分かるまで考えよう、一曲一番いいのねねどっちとかやってますね。やってます。ナッカーさんありがとう。トト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 トタタ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 。ねえキャロリンって言葉だけって。青いベンチ、青いベンチって曲ですか。すべてレベルだと本当に。次は戦力の野中町も多分本気出してた。来月の一日僕たち仕事じゃないけど、どうなんだろう。まだね出てないんですよね、誰が出るかって。見たどこの高校に行くかいつまでに決めるの。つまり でもなんか本当にもうそろ決めないとやばい。10月までには自分の中である程度決めようかなっていうか、今もう結構決まってきてるんですよ。マジどっちにしようみたいな、どっちかにしようみたいな。でもなんか洗顔の方がいいらしくて、なんかいろんな話聞く限り、前回授業見学みたいな聞いた時、話聞いた時はそなんかその方がいいですよって。洗顔の方がいろいろなんちゃらこうちゃらで、なんちゃらこうちゃらだから、なんちゃらこうちゃらだよって言われて、あーはーいと思ったんだけど、でもなんかまだどうすればいいか分かんなくて、なんかマジで一番後悔しない選択を取りたいから迷ってる。二択なんだ。二択ですね結構。そうなんかどうしようっていう。そうなんか洗顔だったら、そのみあのみが今のところ一番行きたいなと思ってるところは、洗顔だったらもうなんか面接だけでよしよしを返しやらしくて、なんか書かなくていい、筆記がないみたいな感じらしくて、普通に今はSTU の活動をなんか最優、なんかもう学校よりも優先してるから勉強が、まあ言い訳になっちゃうんですけど、普通に勉強ができてない状態で授業にもついていけてないから、そう面接だけがいいなって思うなって感じはい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 、そんな感じです。そんな感じです。マジで今は悩まない、悩まないっていうのが難しくて、ずっと悩んでます。なんか全日制
の、 あの行きた痛い位置志望のとこがあって、そこに行きたくて、ずっと行きたくてっていうか行きたかったんですよ。でもなんかどっちを取るか、なんか人生一回きりで、アイドルができるのもこの3年間って大事じゃないですか、高校生活の。その高校生活3年間をちゃんと高校に使うのか、アイドルに使うのか、どっちもっていうのは中学の今の時点で無理だったから、どっちかに絞ろうって思ってますね。あずさんありがとう。録画してたありますテレビ見てる、ありがとう。そうでもなんかどっちもってなっちゃうと、そう結構どっちも中途半端になっちゃうんですよ。これは経験、 やってみてどっちも。今は中学だからいいけど、今後そうやって高校に入っちゃうとやっぱり留年とかもあるわけじゃないですか。だからどうしようみたいな感じで、分かるまで考えようって感じで悩みますね。でもどっちも中途半端は嫌だから、分かるまで考えよう。結局一番いいのねねどっち、君だけやりにしてみてって言葉だけってって感じで、どうしようみたいな、なんかマジで悩む。本当に全部大事だから、本当は全部したい。だがすごくバカなことを忘れていた自分が。一人写る写真を眺め、あ、こんなにも僕は君に夢中だったんだなって、ワンくだらないことばかり言ってたのに、うん、トゥ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 、苦手だから通信に問い、でも最後決めるのは自分じゃん、普通に考えて。なんか中途半端は嫌だなって感じ。うん、楽しんどくしてないパンメモのありがとう。なんかそういうことをさ言われて、前もそういうこと言われて、それまでそういうこと言われるまで毎日もう悩んでたんですよ。もう毎日どうしようどうしようみたいな、寝たくても寝れなくて、もう全く寝なくて、もうクマやっばみたいな感じ、もうどうしよ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 うみたいな、いやどうすればいいんだろう、人生どうしようみたいな、めっちゃ思って。でもそうやってファンの人とかいろんな人に配信とかで言われて元気づけられて、なんかもうちょっといっぱいいろんな方向で考えて頑張ろうって思えるから、本当にありがたいありがたい。私みたいなものでも夢のあるコント話しか申し込んで、話しか申し込んで、絶対本当に楽しませれる自信があるので申し込んでくれたら嬉しいです。それで楽しくないって言ったら本当に申し訳ないけど、でも楽しませる自信はあるので、ぜひ明日の13時まで申し込みがあるので、ぜひ逆にこんなガキでもいいならお話ししてくれたら嬉しいです。大人になっても高校生になれるし、アイドルにもなれる中の子、そうなんだよね自分。でもなんかアイドルになることって誰でもなれるわけじゃないですか。ないじゃないじゃないですか。普通に高校生は誰でもなれるって言ったらあれだけど、結構誰でも通る道じゃないですか。でもアイドルって、アイドルは誰でも通れる道ではないから、本当にいろいろ悩んでる。見てこれ、偽物のマイク。
あ、失う怖さも進む勇気も教えてくれたのは君なんだ。やっぱバカじゃない、本当に。って感じで人生悩みます。図鑑を消したくてこずついたけど通信するここに、どうすればいいのかな。一本の話聞いてもめっちゃ楽しいよ、ありがとう、本当に嬉しい。じゃあみんな行ってみたいとこもあった、行ってたこともあった、どうしよう、今度お話しすれば真面目なこともね話そう。そうだね、みんなといろんな観点でいろんなことを話したい。別にそれは何の議題は問わずに、なんかミュウについてのことでもいいし、何か悩みがあるのならミュウでもいいならミュウに相談してほしいし、なんか辛いことがあったらなんか話聞くし、なんかそういう質問とかもあればいろいろ話したいなって思うから、なんかミュウについての疑問、人間ミュウっていう人間についての疑問とかあるなら全然話してほしいなって逆に思うから、ぜひ皆さん明日の13時までなのでお話し会ぜひ申し込んでみてね。オンラインも直接も待ってます、サイン会も。ここはこうやってやるって、ST だったって一緒締めになる、本当にアイドルだったって自分はなるよね。エムさん、ナナイさん、ありがとう。本当にありがとう。そうだよね、先輩方ともお話したいんだけど緊張しちゃって。それじゃあ話したいことがたくさんあるので、そうね、いつもね時間足らないよね。ありがとう皆さん、なのでお話し会来てね、待ってるよ。公演もサチさんの26日のあの誕生日の公演もぜひ見に来てください。13位エルグさん、12位ニッサン、11位バイオ星人さん、10位ゲンボーさん、9位マユヒナさん、8位チャンタさん、そうして7位レンノーさん、6位柏木さん、5位町の電気屋さん、4位スバル、3位アナフィー、2位スパイクさん、1位はリオさんでした。配信見に来てくれてありがとう。明日も配信見に来てください。まだ聞かせてね、こちらこそたくさんお話ししよう。リボンに言われたら行くしかないの、行くしかないよね、来てね。それじゃあまた明日もお配信見に来てください。そしてお話し会本当に来てくださったら嬉しいです。待っています。すごく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 じゃあまた明日、バイバイ。あと6日で毎日配信500日配信も皆さん見に来てください。ちゃんと本当に文句が多い人間っていうのは自分でも自覚しておりますが、付き合ってください。バイバーイ。